はい、こんにちは。今回ご紹介しますのはね、素晴らしいお車ですね。これはランボルギーニヴェネーノですね。2015年出てまいりました。ほんとスーパーカーがね、多くなりましたね。さすが夢の車というか、超高級車というか、そういったところをどんどんトミカ出してくれるのがね、得意なんですね。でそれで、2013年のジネーブ賞で、まあ、指導されたのがアベンタドールですね。でベネーノなんですけども、まあ、たったの3台しか製造されてないという非常に貴重車なんですけども、まあ、300万ユーロというね、まあ、価格が驚きを呼んだらしいんですが、まあ、そのスタイリングを十分、圧倒感を覚える過激さでね、でスペイン語で毒を意味するというんですね。で、この車の、なんていうか、アベンタドールのは、まあ、1914年人気闘牛士と死闘を演じた闘牛に依頼するらしいんですね。でスータのマタドールをその角に避け、スペイン史上牛最強にして最速と言われている有望な、一頭だったっていうんですね。でそれから取ったらしいんですけども、まあ、V12 とは 6.5 ミリの排気量をそのままに、下級機械チェーンなど、ね、750馬力でパワーアップされ、カーボンダブとアルミサブフレームがなるシャーシーより特有だが、プッシュロッド式サスペンションやオモード化された7段 ISR トラクションなどは専用セットに登録されるんですね。さらに 4WD システムを搭載のままで実現した125グラムの軽量化が予約で、1450グラムという車重により、パワーウェイトレシオは 1.93 馬力 PS と驚異的で、低下で着陸加速はアバント通りよりコンマ1秒削った 2.9 秒、最高速度は5キロ、高い355メートルに達するんですね。で、このハイパフォーマンスを可能にしたのが、ふんだんに使われたカーボン系の先端、マテリアルなんですね。で、ランボルギーニに独自製造が言われていれば、フォージドコンポジットとカーボンスキルと称される形状型に作れること、これらの素材により、ボディパネルはもちろん、シートやインテリア取り物なども軽量化だった、高質にする仕上げだったんですね。で、まあ、そういう車が、まあ、このアベンタドールと、ね、アベンタドールじゃないな、なんだっけ、これかな、まあ、それがこの車なんですけども、ベニーノですね、ベネーノです。なかなかね、素晴らしいお車じゃないですか、ということですね。750馬力はあるんですからね。まあ、すごいパワーですね。で、これの、トミカとしても限定で、実車もあるんですけども、さらにこれを限定しまして、オープンカー仕様のね、ベネーノ。これも出てきてんですね。なかなかいいんですよ。ただ、あれはなんか応募の抽選の応募で、しかも当たらないともらえないというね、非常にレアなものなんですよ。で、まあもちろんそれは価格的、値段的にもすごい値段に、なってくるだろうし、今後ももっともっと値段が高くなっちゃうというものなんですね。もうさすがランボルギーニアだなと思うんだけども、まあなかなかフェラーリの、まあって言ってもフェラーリの2番手ではあるんだけど、まあやはりその1番手はもうフェラーリですよ。だからもう男性たるものフェラーリが1番だろうというのがあるけども、まあランボルギーニはあくまでもその中に比べてあくまでも2番手なんだけども、まあライバルのあのフェラーリをすごく敵視してるところがあるから、まあ負けず劣らずの車をこう作ってるっていうところがすごいですね。それでフェラーリへ挑戦してるんだからすごいですよ。もともとこのランボルギーニって会社はね、なんでそこまで敵視してるのかっていうと、フェラーリの車を前に乗ってたらしいんですよ。でそんで壊れちゃって修理に出してくれと言って修理に出した。そしたら本来だったらほら、じゃあいくらかかりますから、これが悪いですねつって修理してくれるわけじゃないですか。ところが何度も修理を依頼してるのに修理をしてくれなかったらしいんですね。でそれで、なんでお宅の車なんか修理しなきゃいけないんだみたいな感じで言われて、それで
頭来たらしいんですね。それで頭に来て、じゃああんたのフェラーリよりがそんなに高飛車なのか、じゃあうちはもっとあんたよりもっと高飛車の車作ってやれっつって、でそれで、そういう車を作ったんですよ。でもともとこれ意外なことかもしれないんですけど、ランボルギーニってのは、ポルシェの場合もそうなんですけども、もともとトラクターのメーカーなんですね。でトラクターから成功して、そしてランボルギーニっていうああいうスーパーカーを作ったんですよ。だからこれ意外に思うかもしれないけど、ポルシェもやはりそうですね。トラクターメーカーから、そういう車を作るような会社になったっていうのはね、そんなにたくさんあるわけじゃないんだけども、そういう自動車メーカーがあるっていうことですね。非常にいいですよね。このアベンタドール、ベネールか。このベネールも作った時もね。なかなかいいよね。他にはね、レベントンとか最近出たのがね、ベルフォルマンテなんていうのもね、ありますけど、裏缶のものでね。なかなかいいですよ。やっぱスーパーカーいいね。今年もほら、スーパーカー2018年になりまして、トミカだ、ランボルギーニ、ウラカン、ベロフォルマンテっていうのがね、出てきましたけど、あれまるで人気がありますね。ああいうのはもう、スーパーカーですから、一度納車するとね、もう、ぐんと値段が高くなっちゃうから、もうああいうスーパーカーは、これからもどんどん出てくるだろうし、同時にああいうスーパーカー、高級車、ああいったのがどんどん出てくるかなと思います。素晴らしい車が世の中にあるもんですよ。で、これもやっぱりこう通常版としてあったんだけど、今は製造されてるのか、多分今製造してるのかどうかわかんないけど、これもやはりそのね、通常版の時はたくさんあるから、その時買えるやなと思うわけでしょ。それが残念な結果になるんですよ。今は買えるから、いいか。みたいな感じなんだけど、これが製造中止になりましたって途端にぐーんと値段が高くついちゃうので、買えるうちに買った方がいいですよっていうことなんですよ。でこの赤い、確か赤リングとかって言ってたかな、このタイヤがついてるのは珍しいらしくて、相当珍しいらしいですね。他のところで言うと、ホットビールのミニカーもこういうタイプの、ホイールがあるらしいんだけど、それってめったにお目にかけることができなくて、非常に珍しい、ホイールらしいですよ。だからこのなんかもね、もともとこのベネードっていうのがこう、タイヤのホイールがこの赤いやつなんだけど、それをこう再現してるってところがあると思うんですけど、これはなかなかね、もうちょっとやそっとでは手に入らないような車なんですよ。こういう車をね、買ってみるとなかなかね、走りが速くて期待できていいんじゃないかなっていうふうに思われる、そういう車です。皆さんもね、お一ついかがでございましょうか。憧れの高級車ですよ。というわけで、どうもありがとうございました。